ういろうは蒸し菓子で和菓子の一種。外領、ういろ、ういろ、ういらう、ういらうなどの表記が用いられることもある。ういろう餅とも言う。以下では和菓子のういろうを、ういろう、薬のういろうを、ういろう薬と表記して区別する。ういろうは典型的には米粉などの穀粉に砂糖と湯水を練り合わせ、型に注いで、せいろで蒸して作る。穀粉には米粉、小麦粉、わらび粉などが用いられ、砂糖には白砂糖、黒砂糖などが用いられる。小豆あん、抹茶など様々なものが加えられることも多い。室町時代の頃から存在する黒砂糖を用いた黒糖ういろうが本来の姿と考えられている。ちなみに、ういろうやういろうは普通名詞であり、発祥に関わりない第三者による商標登録も認められている。和漢三才図会における、ういろう餅の解説記事ういろうの起源については、以下の2説が通説となっている。以上から、日本における、ういろう発祥の地は、前説を取れば、不詳、後説を取れば、ういろう家初代、宗義の在住した、博多、または、二代目周期が在住し、ういろうを初めて世に知らしめた京都となる。一方、小田原ういろう発祥の地とする説が唱えられることがあるが、これは間違いで、ういろうの元祖を標榜する、ういろう家の末裔が現在、小田原市に存在することから生じた誤解である。小田原ういろう家自身も、ういろう発祥の地を小田原としていない。なお、宗義が在住した妙楽寺では、ういろう伝来の地の石碑が1987年に建立されている。また、発祥に関する独自の伝承が存在する地域もある。上生菓子和菓子店で売られるういろうは、通常羊羹と同じような棹物として売られることが多い。またういろう皮であんをくるんだ、上生菓子やういろうを使った和菓子のちまきもある。京都では6月の名護支払いに、白のういろうに大納言小豆を乗せたものを三角形に切った形をしている、水無月を食べる習慣がある。庶民的な和菓子店やスーパーなどで売られているういろうも同じく三角形をしてパックで売られていることが多い。江戸時代にはすでに日本各地に製法が広まり、製造販売が行われるようになっていた。現在でも各地の名物となっていることが確認できる。原材料や製法は製品や地域によって変化に富み、味、食感、見た目には様々なものが存在する。世間的には、名古屋銘菓の代名詞のような扱いをされているが、他にも小田原市、京都市、山口市のものが比較的知名度が高い。小田原のういろう薬を製造する、小田原ういろう家は、ういろう家の分家として1504年に成立した。家祖は、宇野定治で、本家4代目の育の子とされる。以後、京都の本家と共に、ういろう薬の製造を代々行ってきたが、江戸時代の元禄年間頃に本家が衰亡した後は、小田原ういろう家が独占的にういろう薬を製造するようになり、現在に至っている。ういろうは、京都の本家2代目の宗喜が考案し、ういろう薬と共に製法が代々伝えられたとの伝承がある。明治時代にういろうの販売を開始した。小田原ういろう家では、お菓子のういろうと呼ばれ、ういろう薬と区別されている。白、茶、小豆、黒と、栗ういろう、杏仁ういろうがある。小田原ういろう家はもともと薬屋であったため、ういろうについてくる説明書きには、胃腸の弱かったり、病後の人間や、成長期の子供、産婦なども安心して食べられる、栄養菓子と記載されている。なお、小田原城近くの本舗は、和菓子店や薬局として営業しているほか、1885年の、蔵を利用した小規模の博物館を併設している。小田原ういろう家は本家との自負から青柳総本家や梅久支家の商標登録を特許庁が認めたことを不服として特許庁を相手取って裁判を起こしたがいずれも敗訴している。大須色の商品、大砂色スーパーのういろう名古屋ういろうは他の地域のういろうとは異なり、うるち米からできる米粉を主原料として用いるのが一般的である。食感は餅のような弾力があり、庶民的な店では黒砂糖を使ったものも多く見られる。名古屋外郎の元祖は1659年創業の持分総本店。小田原外郎家の方が歴史は古いが、先述した通りお菓子の外郎を一般に販売し始めたのは明治時代に入ってからである。そのため外郎をお菓子として販売する業者としては持分総本店が全国最古の老舗である。尾張藩第2代藩主の徳川光友に仕えた陳玄院から外郎の製法が伝えられたとの伝承があり、尾張藩主に献上し商用された当時の製法をそのまま残した献上外郎をはじめ様々な商品を展開している。現在よく見る巾着絞りタイプの一口外郎を他社に先駆けて発売したのも持分総本店である。青柳総本家1879年が製造販売する青柳外郎は日本一の販売量を誇る。砂糖、黒砂糖、抹茶、小豆、桜のほか様々な種類が楽しめる。青柳の屋号は徳川義勝から贈られた。1931年に名古屋駅の構内とプラットフォームで外郎の立ち売りを始めた。1964年に東海道新幹線が開通した後は青柳外郎だけが全列車内での車内販売を許されたことから、名古屋外郎が全国的に知られるようになった。昭和43年に業界に先駆けて、外郎のフィルム充填製法を開発。外郎の包装技術を進化させることで、出来たての風味を閉じ込め外郎の日持ちを伸ばすことに成功し、外郎の土産需要に貢献した。昭和56年には、一口サイズの外郎を発売。青柳外郎の有名なローカル CM ソングは多くの人に親しまれている。大須いろは1949年の創業で、外郎を外郎の名称で製造販売を行っているほか、外郎にこしあんを加えた、ライロや異なる種類の外郎を3層に重ねた、味色などの製造販売を行っている。また、外郎に似たものとしては、初かつおがある。こちらは、米粉と小麦粉に、本くずも加えてある。美濃忠のものが有名。半田市の生せんべいも硬い外郎のような食感をしている。桃太郎製菓は1973年の創業で2007年より外郎の製造販売を行っている。所在地は岐阜県であるが、名古屋に近いことから米粉を使用した名古屋外郎である。多度外郎伊勢地方では伝統的に黒砂糖を用いた外郎が食されていた。北勢地区の桑名市多度町の丸茂では、伝統的な黒糖を原料とした多度外郎を製造販売している。甘さ控えめの味わいで、地域の名産として、多度大社の参拝客などに親しまれている。伊勢市の虎屋外郎は、1938年に外郎専門店となり、製造販売を行っている。あっさりとした味わいで、原材料に小麦粉を使用するため、米粉を用いたものと比べて、コシがあり、弾力のある食感となる。また、防腐剤を使用しない、正外郎であるため、あまり日持ちしない。加える材料などで35種類程度のバリエーションがある。画像募集中1855年創業の後、伊達外屋が5伊達外郎の製造販売を行っている。また、茶席などで提供される。種菓子では、外郎側を使ったものも多数作られていたり、外郎のちまきも作られている。水無月も京都ならではのお菓子である。白い外郎の上部に似た甘い小豆を乗せて三角に切ったものである。無病息災を記念して、名越の祓いつまり6月30日に食べる風習がある。水無月の名称は、京都菓子工業組合が商標登録をしている。画像募集中、長田の外郎屋は1877年と非常に古くから外郎を作り続けている老舗である。まだ温かい作りたてが購入でき、長田神社の参拝者が多く並んでいる。長田の外郎として知られており、白外郎と抹茶外郎がある。米粉と砂糖とくず粉を使った外郎であり、もっちりとしていて、他の地域の外郎と比べて、かなり柔らかい独特の食感が特徴である。山口の外郎は、わらびの粉に砂糖を加え、蒸して作られる。小豆、抹茶等が加えられることもある。他の地方のういろうと異なり、わらび餅を彷彿とさせる、癖のないとろりとした食感が特徴である。山口県下では、山口市だけでなく、県下の多くの地域でういろうが作られており、他に岩国市などが、ういろうが名物である都市として知られる。また、周南市もかつては、ういろうが名物であった5月に廃業。なお、現在では、山口県内のどの新幹線駅売店でも手軽に購入できる。山口ういろうは、室町時代に、周防山口の秋辻郎作が現在の製法を考えたとする説もあるが、歴史的経緯について詳しいことは分かっていない。史実として確認できる最も古い例として、貞応3年に萩藩が国目付を供応した献立の中にういろうが登場することから、少なくとも江戸時代初期には山口にういろうが存在していたと考えられる。現在の山口ういろうの元祖といえる存在が、現在の山口市内三堀の萩王冠沿いで、江戸時代からういろう屋を営んでいた福田屋である。萩藩からも重用された福田屋は屋号を梅旭堂と言い、明治維新後も地元の人々や来訪者に愛され、中原中也もよく食べていたとされる。しかしながら、福田屋は太平洋戦争で後継者を亡くし、廃業してしまう。その後、その福田屋の職人だった人物が、三堀堂を、福田屋のういろうをよく食べていた人物が、豆ころうを創業し、山口ういろうの味が、現在まで受け継がれることとなった。棒ういろう、泡ういろうと総称される。徳島県においては、和三盆を用いたものや、こしあんを混ぜて、棒状に加工した、棒ういろう、一口ういろう、栗を用いた、栗ういろうなどが作られている。753などの行事の際に自宅で作ることもあったという。宮崎市青島で売られるものは青島堺楼と称される。画像募集中1877年頃から現在の宮崎市尾龍座湖で旅館を営んでいた鈴木里が売るようになったと言われる。旅館で茶受けに出していた地域に伝わる餅菓子を改良し生まれたという。考案者の鈴木にちなみ、おさと羊羹と呼ばれていたが、いつしか、ういろうと呼ばれるようになった。宮崎市の観光地、青島で特産品として売られるようになった。うるち米と砂糖を使った白ういろうと黒砂糖を使った黒ういろうがあり、昔ながらの経木に包まれている。もともと賞味期限が1日程度しかなく、買って帰ってその日に食べきれない分は、処分せざるを得なかった。今では、真空技術が進み、保存料を使わず商品が長期間になったため、遠方のファンも出来たての味を楽しめるようになった。最近では、主原料も宮崎県産米で作られた、地元原料にこだわる日向夏や、宮崎マンゴー味、都の城茶味、津野町では、トマト味も販売されている。ありがとうございます。